とは、野球における変化球の一つ。単に、パームとも呼ばれる。パームとは、英語で、手のひらの意味で、指を伸ばした状態で手のひらと親指、小指あるいは薬指も使用して、ボールを支え、手のひらで包んで、押し出すように投げる。手のひらが柔らかかったり、指が短かったりする投手に、向いている。一方、握りが、他の球種と大きく違うため打者に判別されやすいが、 手首をひねる等の動作は必要ないため肩や肘に負担はかかりにくい。遅い急速で回転も少なくリリース直後から縦に大きく落ち始める。リリースの瞬間は手のひらを転がるため高めに投げ出されるような錯覚を打者に与えやすくそこから落ちることでドロップと同様に打者の視線を上下させやすい。無回転に近くナックルボールのように揺れて落ちるものや 横回転が加わってスライダー気味に変化するものもある。風や湿度といった天候状態により変化の度合いが大きく左右され、投げるたびに違う変化を見せることもある。しかし、カーブやチェンジアップと同様に急速が遅くたまに勢いがないため、タイミングを合わせられると長打になりやすい。後半者については複数の説があり、はっきりしない。少なくとも、戦中戦後において、 霊球界で、ジム・コンスタンティーやサチェル・ページが投げていたとされる。日本においては1948年に、近藤貞夫が、右手中指の神経の損傷をきっかけに、曲がった中指を生かしたパームで再起を果たした。また、小山正明は、アメリカの雑誌を参考にパームを習得してスト制から300章投手になった。小山は後に、石井武弘にパームを伝授している。 現代の MLB ではトレバー・ホフマンが決め玉としていたほか、キャリア初期においてロイ・ハラデーも投げていた。NPB では朝尾拓也やホ足和幸、近藤大昭が投げる。特にホ足がサイドスロー君のスリークオーターから投げるパームはスライダーと間違われるほど横方向にも変化するため、ホ足の投げるパームボールはスライドパームと呼ばれることもあった。ありがとうございます。